はい、スターダムという日本の団体ですけれども、この方はジュリアさん、新日本プロレスの会社ですよね。会社がどう言えばいいんだろうね、買収したんですかね、ちょっと分かんないですけどね。とにかく新日本の大会でも女子の試合を第0試合とかでね、正月にやるとか、それで男子のファンも女子の試合を見るかも分かんないですよね。僕はいつも言うように WWE の女子だけは見てますね。で、会社変わった時にこの人が引き抜かれたのは知ってますけどね。で、亡くなった方と木村花さんと交渉してたのは知ってるんですけど、なかなか男子プロレスのファンだと、例えば昭和のプロレスとか UWF のファンだった人間からすると、日本の女子プロレスを真剣に見るかっていうとですね、なかなかあれなんですけど、こうやって髪の毛をね、丸められると、あ、何が起こったんだろうってね、ちょっと見てみたんですけどね、まあちょっと分かんないですけどね。男子プロレスの中に女子プロレスがちょこっとあるっていう形は、新日本プロレス今世界でやってるみたいですから、まあ、ただもう随分変わってしまって、実は見てないんですけどね、岡田和久さんのプロレスはね、見てない。で、何か言おうと思ったんだが、あれですね、YouTube で見てると、永田選手ですね。永田選手が、ミルコとヒョードルと、2003年に試合したみたいですよね。で、船木、ヒクソン戦、だけじゃなくてですね、その永田選手と、ミルコ、あるいはヒョードルというのがもうプロレスが勝っての、そのイメージを失った試合かも分かんないですよね。